さっきの死体なんだけど、やっぱり私は他殺だと思うの。それとリュックと携帯、この2つの落ちていた場所がやっぱり引っかかるわ。なぜ彼はリュックを背負ったまま飛び降りなかったのかしら。あの現場の様子から見ると、どう考えても彼とリュックと携帯が別々に落ちていったように見えるわ。ナオトさんから。ちょうどよかった。今回の事件について聞いてみようよ。そんなことしなくても犯人は捕まえられるわよ。わがまま言うのはやめなさいよ。より多くの人間の目で事件を見ることは有効な事件解決の手段だわ。宮古さん、大丈夫ですか？あの男に何か変なことされてませんか？例えば幽霊屋敷で暗闇なのをいいことに、あんなこととかこんなこととか。あなた、なかなかいい顔をしているわ。ちょっと忍さん。あなたは。今日一緒にここへ来る約束をしていた桜田忍です。ああ、宮子さんのお友達ですね。お友達？まあいいわ。それより聞きたいことがあるの。宮子さんは、彼女は今ちょっと手が離せないの。そうですか。またそんな事件が。そうですね、最初に殺されたのは秋田という少年。その後オフ会のメンバーが集合し、シルバーが殺された。5人だと思っていたメンバーが6人になって混乱するかもしれませんが、こう考えれば簡単です。誰かが秋田少年を殺し、メンバーの中に潜り込んだんです。え？チャットの内容はメンバー以外知る方法はないと彼らは言っているようですが、そんなことはありません。インターネット上にあるもので、絶対に誰からも見られることのない領域なんてものはないのです。つまりハッキングによって今日のオフ会を知った外部の人間がチャットのメンバーになりすまして合流することを思いついた。そうです。本来ならセキュリティなどによって被害者には見えなくなっている領域に何らかの方法で侵入することよ。ありがとう、ナオトさん。参考になったわ。それで宮子さんは。さっきジュースを買いに行くと言って走って行ったわ。
自販機は遠くにしかないからしばらくは帰ってこないんじゃないかしら。じゃあ失礼。あ、ちょっと待って。ちょっとかわいそうなんじゃないかな、せっかくかけてきたのに。全然そんなことないわよ。それより事件を整理してみた方がいいわ。そうね、少しだけ全貌が見えてきた感じね。桃井くん、あなた入り口でみやびというチャットのメンバーに間違われたわよね。うん。彼らは他のチャットメンバーの外見、特徴を全く知らなかったってことよ。つまりチャットで会話した内容さえ知っていれば誰でもメンバーの一員であるふりができた、そういうことになるわ。ナオトさんの言う仮説が正しければ、チャットの内容を知った外部の人間が秋田という少年を殺害し、その後犯人は彼になりすましてメンバーと合流し、そしてシルバーを殺した。わかった、やっぱりみやびたちは爆弾犯行グループなのよ。それを知った犯人はグループのメンバーになりすまして彼らを一人ずつ殺していくことを思いついたんだわ。なかなかいい推理だわ。だけど動機がわからないわね。1ヶ月前に爆破された公園に何か思い入れがあったとか。そんなの犯人に聞いてみないとわからないけど何かあるのよ。そうね。そして秋田という少年が持っていた M のストラップ、もし秋田という少年が本当の雅だったとしたら。こっちとこっちが別人だって言われても、こんな派手な仮面つけてたらわかんないよな。そうだ、きっとそうだったんだよ。何？どうしたの？やっとわかったんだよ、シルバーが手に持っていたカードの意味が。本当？あれはザップのことを言ってるわけでも立花さんのことを言ってるわけでもなかったんだよ。シルバーはメンバーの中にメンバーの仮面をかぶった部外者が入っているってことを言いたかったんだよ。そっか、なるほど。あ、私もそうじゃないかと思っていたのよ。だとするとシルバーはなぜミヤビが偽物だということに気づいたのかしら。他のメンバーは全然気がついてなかったみたいじゃない？あ、そういえば。今度は何？シルバーは死ぬ前に僕のところに来て、みんなが撮った画像を見せてほしいって言ってたんだ。これがみやびの撮った写真。どこも変なとこはないような気がするけど。これがシルバーの撮った写真。シルバー本人が撮った写真を見て意味があるの？そしてこれがカイさんの。がいいって言ってたやつね。で、これがザップの写真。最低ね。そしてこれがヤマトさんの撮った写真。これで全部だ。
うしてそうまでして紛れ込む必要があったんだろう。やっぱり何かの復讐かもしれないわね。もしくはただの遊びか。ハッキングするような人ならその可能性もあるわ。でも、もし爆弾犯行グループを恨んでの犯行だとすると、残りの3人が危ないわ。あれ？ヤマトさんだけ？他のみんなは？どうしたの？そんなに慌てて。ヤマトさん、正直に話してほしいことがあるんだ。なんなのよ、一体。一ヶ月前に起きた公園の爆破事件を起こしたのは君たちなんだよね。落ち着いて聞いてほしい。さっき園内でまた一人僕らと同年代の少年が遺体で発見されたんだ。遺体の少年は君たちと同じ携帯ストラップを持っていたんだ。そしてそばに落ちていたリュックには彼の遺書が入っていた。公園の事件、君たちがやったんだね。ヤマトさん、シルバーが死んだ時からいつかバレるんじゃないかと思ってた。本当にあなたたちがやったの？5人ちゃんと集まっているのよ。あなたたちの中にハッカーが紛れ込んでいたのよ。ハッカーが？さっき見つかった遺体の少年が持っていた携帯ストラップのアルファベットは M。 M？ じゃあもしかしてあのミヤビは？彼だけ遅れて合流したことを考えても偽物の可能性が高いわね。そんな、なんでそんなことを。復讐なのかもしれない。復讐？私たちに。とにかくあなたも狙われている可能性があるわ。みやびはどこ？どっかに行っちゃったわ。ザップとカイも探しましょう。もう一体どこに行ったのよ。
メールで呼び出してみれば。そうよ、めぐるくんメンバー全員のメアド知ってるんじゃない。これで本当に来てくれるかしら。わからない。これでダメならあとは警察の人に頼むしかないよ。ザップ！なんやねん、重要な話っちゅうのは。よかった、メール届いたんだね。それはそんなアホな、もしかして僕も殺されるん？ただ計画を練っただけで僕は何もしてへんのに。公園の爆破を実行したのは雅とカイやんか。その1ヶ月前の事件について詳しく聞かせてもらえるかしら。一つだけ言うとくけど、僕らはもともとあんな事件を起こすために集まったわけやないで。ただカイが自分は爆弾を作る能力があるって言い出しよって、それを聞いた雅が、じゃあ自分がどこかに仕掛けるって。ちょっと待って、その時カイと雅は直接顔を合わせたの？あの公園の近くに駅があんねん。カイはそのロッカーの中に爆弾を入れて家業を打ち合わせの場所に隠したんや。それを雅が拾ってロッカーから爆弾を取り出して、どこに仕掛けたかは爆発してからのお楽しみっちゅうで教えてもらえんかったけどな。僕たちが爆弾を仕掛けたことは認めるわ。せやけどなんでそんなことで殺されなあかんねん。ただちょっと公園が燃えただけやんか。何言ってるの。そりゃあシルバーとあの秋田という少年を殺したことは許されることではないわ。だけどあなたたちがしたことだって立派な犯罪よ。人が死ななきゃ何でもやっていいと思ってるの？ザップ、ミヤビがまだ見つかってないんだ。もし今回の事件が君たち犯行グループを狙ったものだとすると君も危ない。事務所にはヤマトさんもいるし、警察のそばにいた方が。大丈夫かな、僕が送っていった方が。平気よ、いくらなんでも人気の多い場所で突然襲ったりはしないはずよ。ねえ、何分経った？まさか。もう少し待ってみよう。まだ僕が送ったメールに気づいてないのかもしれないしね。だけどそんなことも言ってられないわよ。こうしてるうちにも何かがあったら。
もう少しだけ待って、それでもダメなら警察に。私行ってくる。こんなところでじっとしてる間にもカイさんが危ない目に遭ってるかもしれないじゃない。え、橘さん、無茶はダメだって。桃井くん。なんだよ忍、早く行かないと橘さんを見失っちゃうよ。それは分かってる。でも悪い、遅くなって。ちょっと遠くにいたからここまで来るのに時間がかかったんだ。よかった、来てくれて。あ、どうした、そんなに大事なことなのか。うん。で、至急話したいこととやらは一体何なんだ。大切な話よ。だから心して聞いてほしいの。なんだか真剣な話みたいだな。二体目の死体が発見されたのよ、この園内でね。死体？その死体、あなたたちと無関係ではなさそうなの。彼が持っていた携帯とストラップは、あなたが持っているものと全く同じものだったのよ。そう、アルファベットまで全く同じ。同じって M のアルファベットだったってことか。そして彼のリュックの中にこんな手紙が入っていたの。それは本当のことなのか。本当だよ、僕も見たし、疑うなら警察に聞けばいい。そうか。さて、ここからが本題よ。どうぞ。あなたは爆弾犯行グループのメンバーではなく、今回のオフ会をハッキングで知った部外者。違うかしら。どうしてそう思った。シルバーが手に持っていたカードだよ。あれはメンバーの中にメンバーの仮面をつけた部外者が混ざっていることを意味していたんだ。でも証拠は？証拠はあるのか？証拠は…今見せた写真の中に何か心当たりがあるものがあるんじゃない？何かと思えば、さっきみんなが撮ってきた写真じゃないか。これがどうかしたのか？もっとよく見て。だからこれが一体何だって言うんだ。え？これが何の証拠になるんだ。
どうやら何の証拠もないみたいだな。探偵ごっこは構わないが、推論だけで人を疑わないでほしいな。君は一体どうしてこんなことを。ちょっと待ってくれ。一つだけ言っておくが、俺はシルバーもその秋田という少年も殺してはいないからな。俺が何をしたのかは俺の口からきちんと説明させてくれ。彼女が言った通り、俺はハッカーだ。だけどいつもはそんな個人的なチャットを覗き見るようなことはしない。だって面白くないからな。一つ聞きたいんだけど。何かな。いつ雅を名乗って彼らのメンバーになりすますことを思いついたの。それは今日ここに来てからだよ。これはあのメンバーが待ち合わせの目印に使おうって話をしてるのをチャットで見たから買っておいたんだ。今日ここへ来る途中に買ったのさ。自分の名前ワタルの W だね。ワタル、それが君の本当の名前なのか。最初からミヤビのふりをして合流するつもりなら M のストラップを買うだろう。俺はここに来て初めてミヤビが現れないことを知ったんだ。その時自分が買った W のストラップを見て、これを使えばミヤビのふりができるかもって思ったのさ。まあいたずら心ってやつだな。それはわからないわ。 M がなかったから W で代用しようとした可能性もあるもの。君はどうしても俺を犯人にしたいらしいな。そうだ、このストラップを買った時のレシートがある。これはアリバイにならないか。このレシートが本物ならアリバイになるかもしれないわね。疑り深いんだな。それじゃ俺は失礼する。せいぜい狙われないように気をつけておくよ。